ね。はい、それぐらい大丈夫です。はい、これで痛いとか苦しいとかないんですか？ちょっと痛い。あ、ちょっと痛い。食い込んでる。食い込んで痛い。痛い。こんな感じですか？これだったら大丈夫ですか？はい。はい。呼吸は今こう深くできますか？家にいる時より息しやすいです。ネイル綺麗じゃないですか。ああ、そうなんですよ。自分でやったんですか？これはネイルサロン。あ、やっぱりね、はい、すごい綺麗にやってもらいますもんね。はい、ああ、ネイルサロンすごい。あ、じゃあまああれですか、最近ですもんね。もう最近そう、良くなって大丈夫になってから。そう、昨日行ってきたんですよ。あ、昨日ね。なるほど。今日の撮影に。あ、そうそうそう。はい。なるほど。前回の爪に触られたんで。今回もそうそうそう。リベンジで。ちゃんとできるだぞっていう。そうそうそう。ありがとうございます。意識するタイプ。なるほど。そうですね。ちょっとイメージを払拭したわけですね。これで。はい。やっぱプロは綺麗に。仕上げてくれますね。うん、やっぱ違いますね。違いますね。取れないしね、これジェルだから。ああ、そうなんですね、うん。でも結構自然な感じですね。なんかいかにも、ね、うん、そうそう、ジェルみたいなピカピカした感じじゃなくて、そうですね。ね、なんか割とマニキュアっぽいような。そうそうそう。ね、いいですね。今だとそうですよね。ただ痛いですよね。はい、入ってないですもん。痛い。これはまだ、まあ、痛すぎないというか。まあ、そうですね。我慢できるギリって感じですか。痛いけど、うん、響く痛さですよね、この辺は。さっきの右に比べると。すごい。
新鮮な痛み、うん、あ、いた、いた、あ、いた、もう触られたくないとこ的確にさ触られてる感じダメじゃないですか触られたくないとこ行っちゃったらダメじゃないですか できんじゃいますもんね、うん、できる動きがこっちも痛いでしょ、こっちも痛いでしょ、予想外の痛みがね、いや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 、そうなんですよね、いや、いやそれは寝にくいっすよね、いやそうなんですよ、ね、体の先が襲ってくる緊張してないといけないし、いや脇の硬さがだいぶ広いですね、ああ保険が伸びるんですね、うん、いやですね、ちょっと叩きましょうか、痛い、落ちる落ちる、まあちょっと軽めにします、これ大丈夫ですか、あ、はい、はい、痛い、くすぐったい、くすぐったかった、はい、いやもうあっちこっち、そうもう押すとこに困りますどこも当たりみたいな、そうですね
どうやってもすっきりしない状態ですよね。うん、もうなんかどうしていいかわかんないみたいな。そうですね、うん、確かに、そっか、息苦しさの原因は体なんですね、コリっすね。まあストレスとかもあるとは思うんですけど、精神的なものもあるとは思うんですけど、普通にもうこれだけガチガチになっちゃうと肺が膨らめないですよね、筋膜が。筋肉的にも収縮ができないから。にしても食事にしても結構全身使ってるので、なんかその制限がかかると結構落ちますよ、もう 30% とか、そうですね、マスクしててもなんか人より、ああそう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 、そう普段よりね全然呼吸が、そうなんですよね、そうそう、だからいろいろしかもね。体力的にもなくなってくるし、いろんな筋力も落ちてっていう形ですからね、不調は当然出ちゃいますよね、悪循環ですよね。しめちゃう、鼻の通りが悪いのかって後悔してて、あーでも鼻の通りも今悪くなってると思います。痛い、なんて痛いの、鼻の通りを良くするめっちゃ痛かったよ。顔もやっぱ表情とかも少なくなるじゃないですか確かに、そう普段よりやっぱりね、そんな大きな声で喋ったりとかもなくなるし、化粧もしないし、そうそうそう、だから結構顔もまあ顎もこうくすぐったぐらい凝っちゃってたじゃないですか。そうですよね、そうそうそう、口もあんま大きく開けたりしなくなりますし、そうですね、そういうこうもろもろが積み重なって、あいろいろ、そう腕とかが凝ってても鼻詰まりますからね。あそうなんだ、そうだから、そうあっちもこっちもだから いろんな理由で、まあ、その不調が来てるから、そう、そう結局は自分にできることって鼻ほじることって教えてもダメでしょ入ってんのかなみたいな、そうそうそう、あ入ってないんだよなみたいな、入ってないですね、苦しいんだよなみたいな鼻くそ詰まってんのかなみたいな、そうそうそうもうすごい詰まってんだなと思って気持ちはわかります、こんな息苦しいってそれしかないって思う物理的になんか邪魔してんだなみたいなそうそうそう、はい、もうすごいずっとほじってたから、鼻マジっすか、本当にほじってたのそう、でも家事もしないからもう本当 YouTube 見ながら鼻ほじってやばい、で手叩いて人呼んでやばいですよね、もうなんか声出すのはめんどくさいから、用あるときはパンパンって叩いたり、マジっすかすごいですよね、もうすごいわそう、もう隠しカメラあったら終わりですよね、私好きでいられる自信ないかもしれない確かにみんなコロナ離婚するんだよ ね、 このね、そういうのなんか使うのもね、まあ、そうですね、まあ ね、 ね、仕事行ってる間のそう顔が見えちゃうからねえみたいな、こいつ こんなんなんみたいなまあでも人間そんなもんですよね、そうですよ、絶対一人暮らしの人とかそんなもんですよ、そんなもん、裸でうろうろしたりね、おならしたりしてますからね、そうですよね、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。もはさんは告知ありますか？いや、特にまだない、ないんですけど、インスタやってるので。はい。貼っときますね、リンクを。あ、そうですね。はい。リンクを、もはさんのインスタのリンクを貼りますので、よろしければ概要欄からご覧ください。See you!